ここからはとべとべず、曽我部アナウンサーです。はい、8月もあと4日ですが、まだまだ暑い日が続いていますね。今回はこの時期にしか見られない動物たちの姿を取材しました。カンガルーたちも暑そうですね。とべ動物園では夏のこの時期にガラリと姿を変える動物たちがいるんです。どんな風に変化をするのか調査してきます。まずはこちらのインドクジャク。とべ動物園にいる3羽のうちオスは1羽。鮮やかな羽が特徴的ですが、どんな姿になるんでしょうか。繁殖期が、まあ、恋する季節が春がメインなんで、それが終わるともうやっぱり古くなって一旦全部抜けます。抜け落ちます。生え変わるっていうことなんですね。そうですね、まあ時間かかりますけど、来年の春桜の花が咲く頃に向けてまた古い の羽を落として新しいのが準備していくというサイクルです。インドクジャクは4月から7月が繁殖期で、メスへのアピールが終わり役目を果たした羽は徐々に抜け落ちていくんです。オスの羽は長くて目玉模様が大きくて色合いが綺麗で配置がいいほどメスに人気が高いと言われています。今年のオスはどんな風にアピールをしたのでしょうか。前の年はまあお嫁さんだけだったんだけど、もう一羽メスがおったからちょっと張り切ってましたよ。まあ、今年の春はやっぱ変わるんですか。張り切ってたし、もう終わりも本当羽が落ち出したのにまだ広げてた感じ。最後の最後までモテたいオスのピターナノでした。また通常羽を広げるのはオスがほとんどですが、とべ動物園ではメスが羽を広げる珍しい姿も見られるんです。今しか見られないクジャクたちの姿、よーく観察してみてください。続いてはふわふわの毛が特徴の羊の仲間のコリデール。夏になるとこんな姿に大変身です。羊ってもっと毛がモコモコしてるイメージだったんですけど、かなりすっきりしてますね。涼しそう。暑くなる前に、毛刈りをして、モコモコの毛を、がない状態にします。寒毛が自分たちでできない動物なので、その辺は、人為的に毛を刈ってあげる必要があります。コリデールの毛は保温性が高く、少しでも暑さを和らげようと夏の前に獣医が毛をカットします。専用の、まあ、バリカンといいますか、機械を使ってですね、で、まあ、独特な固定の仕方であったり刈る順序であったりっていうのがありますので、非常に技術が必要かと思います。一匹の毛はおよそ3キロから5キロ。一人で飼っていくのはかなりの技術とコツが必要なんですね。同じ動物かっていうぐらい姿が変わりますので、やっぱ飼ってあげてよかったなと思います。さらにお隣のポニーも可愛らしいイメチェンで暑さ対策です。初めてちょっとポニーの散髪やらせてもらって、でマロンの前髪を切りました。こちらは宮古式キーパーこだわりのヘアスタイル、かっこいいですね。息子2人の散髪もまだやってますので、そういった経験が生かされたかなとも思ってます。満足してます。もう毎年やりたいです。またカットするキーパーさんによっても違いがあるんです。若者に人気の姫カットのような可愛らしいヘアスタイルのポニーも発見。
個性あふれる髪型に注目です。双子ブラクダのウラン、4月に取材をした時とは雰囲気がガラリと変わっています。冬毛から、夏毛に変わるということで、冬のモコモコのかなり長い毛がきれいに抜け落ちて、こういう肌願望のような形ですよね。ラクダは4月下旬から寒毛期となり、夏の間だけこの姿になるんです。結構ね、体の方からです、頭やコブの方の先はどうしても最後の方になっちゃうんですけど、あの体の下の方からボロボロ少しずつですけど、少しずつ、はい、抜けていきます。ラクダは気温に合わせて体温を調整するのがとっても上手。日本の猛暑でも夏バテ知らずです。ウランも涼しげな様子です。ラクダの毛を触ってみると、やおくて結構硬いのかなと思ったんですけど、ふわっとしてますね、はい、ふわふわなんですね、はい、これまだ多分生え始めなんで、これがだんだん長くなってくるともっとモコモコになってきて、まあでも硬くはないですね。まだ8月ですが、オスのブライアンは早くも冬毛が生え始めているそうで、季節の先取りにびっくりしました。夏休みも終盤、皆さんも夏限定の動物たちの姿を見に来てみませんか。夏になると見た目も変わるということでしたけれども、なんかこうすっきりして、動物たちもなんかこう元気そうでしたね。そうですね、動物たちも工夫して快適に暮らしているんですね、うん、はい、もうこんなにも姿が変わってしまうんだという新たな発見がありました。ここでお知らせです。人気キャラクターすみっこ暮らしととべ動物園がコラボしたカプセルトイが今月21日からとべ動物園限定で販売されています。全部で6種類、本当にすべて集めたくなるほど可愛いんです。皆さんもとべ動物園に行った記念にゲットしてみてはいかがでしょうか。以上、とべとべトゥでした。